よろししくお願いしますあとシーツだったりとかあとはフェイスタオルとか何かいろいろこう別でこう洗濯したりするとなんかこう結構こまめにしてる方なのかなとは思いますねやっぱ1人暮らししてからなんかやっぱ自然とそう気になっちゃうというかなんかこれはやっぱ素材感とかもあるのでこれは別だなとかこれはマネットに入れるとかやっぱそういうのは やってますねちゃんとシーーツと枕カバーをしたいです僕結構疲労困イになってベッドに横になるのが好きなんですよ洗いたてのものに寝っ転がりたいなっていうのは今めっっちゃ思ってます私学生の時にあの体育の時とかさこう汗かいたりとかした時になんか汗の匂いじゃなくて柔軟剤の匂いがする人とかっていなかったああいたいたあの時かっ,けーって,な,ってなんかいいよね みたいなうん、うん、あ自分もそういう匂いであってほしいみたいな,<ー>なんか感じがあってですごい柔軟剤どれを使おうみたいな時期がすごいあったんですけどなんかジャージとかも友達がこう忘れてきたから貸してみたいな感じ言われた時になんかいい匂いであってくれみたいな <laughs> っていうのがなんか学生の時になんかそんな思い出を思い出しました <laughs>。 なんか陶芸をやりたいいなって思っていてて思、まあ、家で料理をした時にやっぱりこうお皿もやっぱ大事なので美味しく見える一つのものなのでなんか自分でこう作るのもいいなと思っていてこのお皿に何が合うかなって考えるのが楽しそうだなって思って。